ても美味しかったです。Thank you very much. Thank you. Thank you very much. 美味しかった。Thank you, thank you. どうも。どうも。お客様、他のお客様もいらっしゃいますので。お客様、恐れ入ります。あ、ごめんなさい、気づかなくて。あの、紅茶をストレートでもらえますか？かしこまりました。スターだよ、スター。え？初めて見ちゃったよ、スター。あの、正確に言うと、小学校の時にダチョウ倶楽部見た以来2回目。スター、誰が乗ってるの？カエラちゃんだよ、木村カエラちゃん。声が大きいわよ、美咲さん。カエラちゃんですよね。サインお願いします。あの、僕ファンなんです。この辺にちょちょっと。お客様、はい、大変恐れ入りますが、ご遠慮いただけますか？いや、でもここに。ご協力お願いします。他にもお客様がいらっしゃいますので。すいません。ありがとうございます。いえ、紅茶でございます。新曲ですか？そうなんですよ。ちょっと聞いてみます。はい、喜んで。素晴らしい。このサビ、ハートにズンズンきます。本当？はい。嬉しい。でもなんか足りないなって思ってるんですよね。じゃあギターのリフをもっとヘビーにしたらどうですか？ああ、いいかも。私もそう思う。でもなんでキャビンアテンダントさんがリフなんて言葉を知ってるんですか？これでも元ロッカーですから。ああ、そうなんだ。はい。ありがとうございます。 あの、お願いがあるんですけど、ようこちゃんへって書いてくださいね。ようこのようは太平洋のようで。失礼いたしました。なんで機内に色紙を持ってきてるわけ？こんなこともあろうかと用意してたんですよ。備えあれば憂いなし。はい、ダメですよね。バカ。すいません。これもしよかったら。ありがとうございます。今度絶対ライブ行きます。あ、もう絶対来てください。じゃあ、さきさん、先輩の分ありますよ。嘘？本当？あ、たまには気が利くじゃない。リンカエラちゃんいいですよね。あー、着いた、鹿児島。はい、私のこと見てない？そんなことよりチェックインは私たちの仕事よ。やっぱり私見られてる気がする。先輩、私数々の訓練を経て自分でも気づかないうちにいい女になっちゃってたみたいです。美咲さん、あなたいい女って意味わかってる？もちろんです。あ、先輩たちの足元には及ばないですけどね。先輩たち見てつくづく思うんです。やっぱり女って30歳からだなって。なったね。何度も言うけど私はまだ20代。私だってまだ29歳よ。お待たせいたしました。鍵棒どうぞ。ありがとう、ありがとう。そういえば村山先輩、あさってお誕生日だそうですね。おめでとうございます。悪かったね、誕生日で。え？今笑った？笑ってない。今笑ったわよね。本当、今年の新人は。あれ、笑ったでしょ今。私、なんかまずいことした？いや、あれはまずかったでしょ。はい、わかりました。
では15分後にロビーで。はい。サオリ。失礼いたします。サオリ開けてよ。ちょっともう静かにしてよ。せっかくの泊まりなのに一人部屋なんて退屈じゃん。あーやっぱいいね、修学旅行みたい。あもうのんびりしてる場合じゃないわよ。この後キャプテンたちと食事ですって。先輩たちよりも先にロビーに行かなきゃ。OJT もそろそろ終盤ですか。美咲さんは初めての泊まりの仕事ですね。うん、修学旅行と勘違いしてなきゃいいんですけど。いや彼女もかなり成長してますから。ね、三上さん。ええ、まですよね。まさか枕投げなんかしないですよね。さて、じゃ行ってきます。枕投げか、懐かしい響きですよね。はい。ところで三上さん。はい。本当ですかね、桜田キャプテンのことは。いやいや、ちょっとね、運航乗員部の友人から話を聞いたものですから。桜田キャプテンが何か。それではちょっと早いけど、瑞穂さんの30歳の誕生日を祝って乾杯。乾杯。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。よっ、味噌汁女。カオルさん、このワインどうですかね。そうね、いぶされた HB 鉛筆の香り、日に焼けた土が一面に広がっているよ。さすがソムリエの資格を持つカオルさん。さすがですね、麻生先輩。6月の柔らかな日差しに照らされた絹のような喉越し、官能的な舌触り、アフターにクレームブルレの焦げた味わい。なんて芸術的な表現なんでしょう。でも全然意味わかんないね。こんにゃろ。まるでアジサイの葉に合うでんでん虫のような。あれ、どこ行った。美咲さん、あなたね。あ、思い出した、僕も初めて食べた時飛ばしたよこれ。いや僕ね、僕なんかこれ隣のテーブルまでピョーンって飛んだったからね。ありますよ。まあ誰にでも失敗はありますよね。いや楽しかった。そろそろ行きましょうか。はい、はい、行くわよ美咲さん。お勘定の割り勘を計算するのも私たちの仕事。あ、ここはいいですよ。さすが桜田キャプテン、太っ腹ですね。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。よろしいんですかキャプテン。まあこのメンバーで一緒に食事ができるのも今日が最初で最後かもしれませんからね。え、最後。いやいや別に。あ、お会計お願いします。お会計でしたらすでにあちらのお客様が。え、先ほどの便に乗っていたお客様です。メッセージもいただいております。え、私に。はい。あなたの笑顔は世界中の宝石より美しい。私の持っているすべての宝石に変えてもあなたを手に入れたい。愛しの美咲様へ、あなたの虜。宝石王シャキールより。宝石王。だって私の虜。急にプロポーズされてもな。お羊座、お羊座、恋愛運急上昇、予想外の展開あり。来た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 。私の時代が。
この番組は小林製薬、ライフカード、 P&G、 ドコモグループ、資生堂、カゴメの提供でお送りします。よし、じゃあお前ら二人でこれ頼むな。はい。で、内部からの申し受け作業のジェネレーターの交換だが、翔太、準備は？マニュアルは最新のものを準備しました。事前準備パーツの4点確認も OK です。翔太、今日お前作業リーダー取ってみるか？え、そろそろやってみてもいい頃だろう。俺がすか？いや、でもお前な、誰にだって最初はあるんだぞ。失敗を怖がってビビってちゃ、いつまで経っても先に進まないぞ。おい、おき、お前だろ。わかりました。みんなハンガー前でミーティング。はい、はい。新聞をお持ちいたしました。よかったら今度お食事でも。お気持ちだけいただいておきます。占い当たってるよ。どうして？皆様にご案内いたします。すみません、頭痛薬飲みたいんだけど、お水もらえますか？かしこまりました。美咲さん、もう座りなさい。すぐ座ります。お客様、いかがなさいましたか？イヤリングを落としちゃって。この辺りですか？ええ。まもなく着陸態勢に入ります。客室、準備はよろしいですか？チーフ、少々お待ちください。どうしましたか？それが、1名までサービス中で。あった、やりました。ありがとう。どういたしまして。セーフ。お待たせしました。今週が数年に一度のチャンスだって。はい。今なら思いを伝えられる。ここを逃せば一生このままかもって。あの、何の話でしょうか？今週の占いだよ。双子座、久しぶりの1位だったの。ああ、決めたよ。私、思ってるだけじゃダメだよね。気持ちをさ、ちゃんと伝えないと。言うよ、今日こそ言う。言うべきだよね。ダメだ、追いかけて言わなきゃね。関山ちゃん、関山ちゃん、美咲さん、さっき着陸準備に随分時間がかかったようですね。あ、はい。まあ、キャビンアテンダントとして当然の心遣いをしたまでのことです。当然？はい。勘違いも甚だしいね。え？シートベルト着用サイン見てたでしょ？もちろん見てました。でもお客様がイヤリングを落とされたので。保安のために待っていただかなければならない時もあります。それを分かっていただくのもあなた方の仕事でしょ。できるだけ早く着席するつもりでした。ジャンプシートには滑り込みセーフで。君は何を習ってきたんですか？滑り込みセーフ、それが安全を守るべきクルーの言葉ですか？速やかに安全確認して着席する、それが君たちのなすべきことでしょ。空を甘く見ないでください。あなた方が客室をコントロールしてくれなければ僕たちは安心してコックピットに座れない。飛行機はみんなで飛ばしているんです。プロポーズ？美咲さんに？なんかの間違いでしょ。本当なのよ。それも宝石王だって。宝石王？おまけに今日は今日でイケメンの IT 長者に名刺もらってるし。納得
くいかないそれ。お金はあるけど女を見る目がないのよね。大丈夫？ねえそこで休みな。どうしたの？関山ちゃんが倒れちゃって。大丈夫？診療所では単なる過労だって。本当に平気？私やっぱりこの仕事向いてないみたいです。いやそんなこと言い出したら誰だって不安だよ。だって OJT って想像以上に激務じゃないですか。なのに大変なのは分かるけど頑張らなきゃ。頑張ってるんです。なのに辛いのはみんな同じだってば。私なんかこの1週間で2キロも痩せちゃったのよ。私も1キロ。私 1.5キロ。だから普通そうですよね。うん、だって私でも2キロぐらい痩せちゃうぐらい大変なんだもん。なのになんで私だけ太るんですか。え一昨日から水だけで暮らしたのに診療所で測ったらまた500グラムも増えてて。だから倒れるんじゃん。だってこのままだと制服も着られなくなっちゃいます。どうすればいいんですか私。関山ちゃん、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 関山キャプテン、明日の路線審査なんですけど。え、何？あ、明日は査察操縦士の方も同乗されるんですよね。誰が乗るか聞いてます。聞いてどうするの？前もってご機嫌でも取っておこうってわけ？いや、そういうわけじゃ。そんなの通用しないよ。副操縦士になれるかどうかの試験なんだから。はい、それはもちろんそうなんですけど。なんでもっと正攻法で頑張ろうとしないかな。つみくんさ、最後に頼れるのは自分の実力なんだよ。すいません。ショート。初めて怒られちゃった桜田キャプテンに。まあやってみなきゃ分かんないこともあるよね。うん、それにしても桜田キャプテンのああいう顔初めて見たな。お前さ、ん？そんなんばっかでよく平気だな。チェックオイルテンプアバブ50。オイルの温度 OK だな。何やってんのこんな時間に。君か。邪魔しないでくれる？明日は大事な路線審査があるんだから。ええ、明日。どこまで行ったっけな。大丈夫かね。緊張して何もできなかったりして。かもね。弱気じゃん。そりゃ不安でしょ。怖いしね、正直。でも自分で自分のこと信じてやるしかないでしょ。ビビってても先進めないし。だけどさ、世の中で俺ぐらい信用できない男いないよね。我ながら。ジャパンエア1511 Windows 340 degrees at 10 knots。 え？ちゃんと答えられないとテスト落ちんぞ。ああ。ランウェイ34 right cleared for takeoff。 ジャパンエア1511 ランウェイ34 right cleared for takeoff。結局言えなかった。もうなんだよ二人とも。滝山ちゃん、ちゃんと食べないとまた倒れちゃうよ。え、関根ちゃん、どうか悪いのかい？ん？どうした？ん？あ、さてその顔は恋の悩みだな。いや、それはね、関山ちゃんじゃあ。お父さんはいいから、これはね、女の子の繊細な悩みだから。何を言ってる。
弥生の悩みは父さんの悩みだよ。え、父さんに任せなさい。いいかい、女心とそば打ちってのは似ててね、もうどっちも扱うのが難しいんだよこれは。え、そもそもそばというのは、いわゆる麺類として登場するのは江戸時代の日本たちみんなに教えてやってる。ねえ関山ちゃん、関山ちゃんがなりたいのはモデル体型のいい女、それとも頼れるキャビンアテンダント、どっち？もう弥生もさ、いつまでもうじうじしてないでそろそろ行っちゃいねえ。こうズバッと。ズバッと？翔太なんて鈍いんだから、好き好きオーラだけじゃ伝わんないって。ズバッと。そう、ズバッと。ズバッと。うん、ズバッと。いただきます。よし。三上さん、お土産カルカン、甘いもの好きだって言ってたから。まだ仕事？飲みでも行きません？ああ、ボウリングとか。どうして行ってくださらなかったんですか？え？知ってたら私が一緒に乗りたかったです。では最後に、本日はパイロット訓練生の堤くんの路線審査があります。まあ皆さんにはいつも通りやっていただければということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりしろよカラス。皆様、今日もシートベルトをお締めください。1511便をご利用いただきありがとうございます。まもなく出発いたします。シートベルトをお締めになって、赤ちゃんをしっかり抱きかかえていらしてください。はい。あ、すいません。いえ。お客様、お手伝いいたしましょうか。これぐらい締められます。すみません。オールドアクローズ&オートラジャー。え、これこれはキャプテン、どうしましょう。慌てないで、プッシュバックの前でよかったよ。もう一度チェックしよう。こちら桜田、再度システム確認します。もう少々時間をください。スミ君、お客様にアナウンスして。僕がですか？お客様にご案内いたします。当機は、システムの最終確認を行っており、少々出発を見合わせております。お急ぎお急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしております。はいはい。中原さん。弥生ちゃん。また緊急事態。ナベさん、ナベさん、フライト1511便でエラー表示が出てます。何？L&R のステータスメッセージが出ていて応援要請が来てます。翔太、お前ならどうする？調べてみないと分かりませんけど、単なるエラーかも。だとしたらリセットできる可能性が。お前やってみるか？やらせてください。よし、慌てるなよ。無線機用意しろ。はい。1511便、システムの確認作業で出発が遅れるようですよ。1511便、それって、あ、美咲さんたちが乗ってる便ですよね。うん、
てんだ一体。大変ご迷惑をおかけしております。ちょっともうしばらくお待ちください。あと何分で出れるの？詳細が分かり次第お知らせいたします。メンテでコックピットの中に入りたいんですか？メカニックの方が到着しました。了解、入ってもらって。分かりました。じゃあこちらへ。翔太、何があったの？ドアの不具合メッセージが出たらしい。見てみないと分かんないけど、リセットできれば大丈夫。失礼します。ご苦労様。見てくれる？これ。はい、ちょっと待ってください。おい、いつまで待たせるんだ。こっちは大事な商談控えてるんだよ。申し訳ございません。もうしばらく。いい加減にしてよ。もう向こうに人待たしてんのよ。ですから詳細が分かり次第ご説明いたします。何その顔。困ってんのこっちなのに逆ギレ。いえ、申し訳ございません。美咲さん、あなたはもういいから、あちらのお客様のミルクをお作りして。分かりました。ただいまシステムの確認中です。安全が確認でき次第すぐ出発いたしますので、お待ちください。乗り換えですか？別の飛行機に。スミ君騙して。リセットできるかもしれません。部品とか変えるの？部品の不具合ならリセットしてもこのメッセージは消えないから、ちょっとやってみます。一番大事な試験の日に。もうダメだ。トリプル支援、こちら中原です。リセット操作を行います。トリプル支援了解。マットでグランドテストを行います。手順を確認するんだ、焦るなよ。はい、まずラインメンテナンスを開きます。お待たせいたしました、ミルクでございます。あ、すみません。あ、来たよ。バク、いつまで待たせるんだ。機長を呼べ機長。申し訳ございません、まもなくチェックも終わると思いますので。だからまもなくってのはいつなのよ。どうなってるんですか？申し訳ございません。困るんですよ。本当ですよ。お客様ご気分でも冷たいお水をお持ちしましょうか？そんなことより早く出してよ。ないってば。冷たいお水です。気分がすっきりされるかと。水だけでも太るよ。ほっといてちょうだい。一体どうなってるんだよ。機長を出せよ機長を。申し訳ございません。さっきから言ってるじゃないか。どうなってるんですか？申し訳ございません。ベルスリーの村山です。お客様がかなり苛立っておられます。キャプテン、お客様に降りていただくかどうかの判断してくれって言ってます。チャプター52に入ります。了解。どうですか？もう少しだけ時間をいただけますか？わかりました。こちら桜田、ごめんね、もう少しだけ待ってもらってくれる？わかりました。うるせえな、徹夜で疲れてんだよ。静かにさせろ。すいません。大丈夫？さっき飛行機に赤ん坊なんか乗せんなよな。冗談じゃないよ。間に合わなかったら5000万の損失だよ、5000万。分かっているのか？お前何とかしろや。いいからそこどけ、コックピットに話があるんだ。そのこんなところでのんびりしてられないよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアさやかちゃん。美咲さん、何してるの一体？何？本日生まれて最初のお誕生日を迎えられたお客様がいらっしゃいます。え？
さやかちゃん、1歳のお誕生日おめでとうございます。どうしてそのことを？1年目の誕生日一緒にお祝いさせていただきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアさやかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。よかったねさやか。ついでに手前味噌で大変恐縮ではございますが、なんと偶然にも今日30回目の誕生日を迎えられたキャビンアテンダントがあちらにおります。ちょっと、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、手順が出ました。グランドテストスイッチは P61 です。 P61 のスイッチをオンにしました。スタートテストを行います。よし、焦るなよ。スイッチの位置を確かめろ。ステータスが消えました。メッセージはノットアクティブです。ドアロック OK です。了解。メッセージも消えてフライトロックも OK です。ありがとう、これで安心して飛びます。ビビんなよ。当然でしょ。さあ、ここからは我々の仕事だよ。はい。私も同じでした。水を飲んだだけでも太ってしまって、ダイエットして倒れて友達に怒られました。お互いバカなことはやめませんか。大変長らくお待たせいたしました。システムに不備がないことが確認されましたので、当機は間もなく出発いたします。大変ご心配をおかけいたしました。安全運行には何の支障もございませんので、ご安心ください。本日この便が安全に飛び出すことができましたのも乗客の皆様のご協力のおかげです。そして客室乗務員、整備士、地上係員の協力のおかげでもあります。私事ではございますが、本日のフライトをもちまして私はパイロットの仕事を引退いたします。え？ここに乗り合わせたお客様、クルーが同じ場所に集まることはおそらく二度とないでしょう。最後のフライトの日にこうして皆様と出会えたことに心から感謝いたします。そしてクルーのみんなへも、私は君たちを誇りに思います。皆様にお祈り申し上げます。
どうか良い旅を。ありがとうございました。どういうことですか？なんでこんな急に？この間の健康診断で肺機能の低下が見られるって言われてさ、まあ乗務には全く問題ないんだけど乗務時間に制限が出てね。でも健康診断は通ったんですよね。まだやれるってことじゃないですか。理想的なフライトができるかどうかは他人じゃなくて僕が判断することだからね。これからは君たちに頑張ってもらわないとね。頼むよ、スミ君。はい。キャプテン。結局もらっちゃいましたよ。まさか三上さんがみんなに？いいえ。でもキャビンアテンダントの情報もなめてはいけませんよ、キャプテン。ありがとうございます。お疲れ様でした。桜田キャプテン。あ、美咲さん、お疲れ様。本当に辞めちゃうんですか？昼間は助かったよ、ありがとう。君歌うまいね。どう、一緒に合唱部作る？え、合唱？うん、僕テノール。あ、やめときます。残念。でも美咲さんのおかげで忘れられないラストフライトになりましたよ。私も桜田キャプテンに怒られたこと、いい記念になりました。ありがとうございました。失礼します。まったく相変わらず。そうですね。でも三上さんは良い新人を育ててくれました。そっか、桜田さん今日が最後だったんだ。急に言うんだもん、びっくりしたよ。なんとなくらしい気すんな。まあね。あともう一つ驚いたこと、なんか翔太が本当の整備士みたいだった。あんな本物だから。いや違うの、なんかさ一人で乗り込んできてすごいなーって思った。だろ、調子に乗んなよ。でもお前の歌下手だったね。は？ひどい。人がせっかくもう褒めて損した。俺も。あ。俺もお前のことすごいと思った。あんな仕事を一人でやるの初めてだったから、実は緊張してて。お前の歌でなんか頑張れた。ありがとな。ありがとう。
じゃあ行く？え？ラーメン。腹減ってない？あ、ラーメンね。あ、わかった。着替えてくる。ありがとうございました。え、前に会社辞めようとしてた私に言ってくださいましたよね。キャビンアテンダント辞めてもまだやること残ってるんじゃないかって。言いましたっけ僕。教官っていう仕事につけて本当によかったって思ってます。ありがとうございます。ねえ、かけません？はい。次もストライク取れるかどうか。いいですよ。じゃあもしストライク取れたら僕と結婚してしまうとか。いやもう冗談ですけど。いいですよ。好きです。好きなんです、中原さんのことが。やることが遅いんだよな、ほんと。中学生じゃありまいし。よかったよかった、これで私も一安心。翔太のことが。
け。お客様大丈夫ですか。戻ってきて。また連れてってくれよな、空に。この番組は小林製薬、ライフカード、 P&G ドコモグループ、資生堂、カゴメの提供でお送りしました。最後